オタファの秘密基地。さあ、レビューを始めようか。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃは、これだ仮面ライダービルド、ボトルチェンジライダーシリーズ、10、仮面ライダーグリスだ <laughs> おー、というわけで早速、レビュー行きましょう。ボトルチェンジライダーシリーズも早、10個目、仮面ライダーグリスが登場。おー、中に入ってますね。 劇中で仮面ライダーグリス。めっちゃかっこいいですよね。いやー今一番新しいところまで見たんだけど、本編すごい面白いです。なんかゆくゆくビルドのこう仲間になって一緒に戦いそうな感じがした。そうそう、前回の09仮面ライダークローズチャージ。これにとてもよく似ている仕様なんですよね。今までのボトルチェンジライダーシリーズっていうのはこうハーフボディがね、こう一緒になるんだけど、今回のグリスの方にはそれはないですね。遊び方はクローズチャージ同様。 マスクを後ろの方にセットして腰にボタンがある。これを押してマスクがポップアップして前に来て変身シーンを再現できます。ギミック自体がかなりシンプルなんだよね。さあというわけでパッケージの中を開けます。開けろ開けろじゃん中から取り出しましたパッケージに入っているものは非常にシンプル。本体と 武器のツインブレイカー。これはビームモード。前回のクローズチャージの時はアタックモードが入っていました。造形が違いますね。さあ、そしてこれが本体。早速変身しよう。このボタンを押すと。せーの。これで変身完了仮面ライダーグリスだああ。あのね、ギミックはこんな感じ。以上。 だからね、非常にシンプルなんだけど、各部じっくり見ていこう。仮面ライダーグリスといえばね、ゴールドに差し色がブラック。ブラックの部分は一部、クリアパーツが使用されていて、劇中っぽいです。こんな感じ。後ろ。ギミックのおさらい。ヘルメット。これを、ここまで持ってきて、この部分を引っ張ると、このパーツが出てきて、ロックがかかります。で、この時ポイントなんだけど、 このマスクに当たるパーツはどこでロックするかっていうと、見えるかなこのゴールドのパーツの、ここここに切り欠けがあるんだよね。ここに、引っ掛ける。せーの。こう。そうすると、ここにセットすることができます。これでボタンを押すと、せーの。こうやってね、上手に被ることができます。今の、この状態のままでやると <laughs>、 あのね、押し戻されちゃいます。上手に被れないんで、今の、ここね、ここに、ロックすることをお忘れないようにしてください。これで OK。各部を見ていこう。まずは上半身および頭部。クローズチャージの時同様、ヘルメットの部分と、この胸部のパーツがクリアパーツ。これはね、よーく見ると、色合いが非常に濃くて、クリアパーツに見えないんだけど、ちょっとこれ、撮ってみよう。 うん。こうやって見ると、クリアパーツっていうのが分かりますね。あ、そうそうそう。この肩のところとか、このパーツとか、腕のところ。前回のクローズチャージのレビューの時に僕はいろいろ、こう、取り外したんだけど、まさしく、その取り外した部分が、今回の仮面ライダーグリス用の新しいパーツになっているといった感じです。まあ、これは正しい遊び方じゃないので、真似しないでね。まあ、遊んでるとね、取れちゃうと思います。取れたら、今の僕みたいに取り付けよう。頭部のアップ これもね、透明度がすごく低いんだけど、一応クリアパーツなんですよね。この真ん中あたりは塗装されてるのかなと思ったんだけど、単純にね、このヘルメットのプラスチックのパーツが、この真ん中のところは肉厚なんですよね。だからあんまり透けてないんだけど、横から見るとこうゴールドのところが見えるかな。目に当たる部分はメタリックレッド。上半身。で、僕がすごい気に入ったのはこの肩。 このパーツ、なんと、別パーツになっていて、こう動くんだよね。これは、あの、劇中で、あの、スクラップフィニッシュとか、するときに、こうやって、ジェリーがこう、ジェリーゼリー <laughs> こう、こういう風に出てましてね。ここは嬉しい。こう、ロールのパーツになっています。この部分は、プリント。あとは、腕とか、足。こういうところに、プリントがあります。お腹、スクラッシュドライバーがあって、この部分は、ゴールド。 腕のところも仮面ライダーグリス専用のパーツになっています。早速、クローズチャージと比較しましょう。さっきも言ったように、透明度はこっちの方が高いですね。パッと見た感じ、クリアパーツが。この部分に使われてるっていうのがわかりますね。肩のパーツや腕、スクラッシュドライバーの塗装の違い。下半身は色以外は全く同じ。ちょっと離れてみるとこんな感じ。後ろ。アクションパンチ シェイク毎度言っていることなんですけども、このボトルチェンジライダーシリーズは頭部、それから腰が動きません。だからなんていうのかな、こう劇中のようにね、本当に人間が動いてるようなアクションポーズを取らせるっていうのはちょっと難しいんだけど、こんな風に足を開いたりとか、普通に立たせたりとか、まあそういうポーズが一番かっこいいかな。アクションさせるときはほぼ正面限定。武器のツインブレーカーを手に持たせると、こんな感じ。 じゃーん最後は比較ラビットタンクスパークリングとクローズチャージなんとか言ってますがギミックが共通しているのがこれ。今までのボトルチェンジライダーシリーズのギミックが備わっているのがこっち。今最新話だとこのラビットタンクのハザード。これがめっちゃかっこいいんだよね。僕の予想だと今後仮面ライダーグリス一緒に仲間になって戦うんじゃないかなと思うんだけど、この動画を見てる君はどうかな あとはね、最新話で仮面ライダーローグっていうのも出てきた。あれも何者なんだろうね。遊び方はこんな感じ。というわけで今回の仮面ライダービルド、ボトルチェンジライダーシリーズ10。仮面ライダーグリスのレビュー、いかがだったでしょうかいやー、僕は仮面ライダーグリス、すごく好きです。改めて考えると、ゴールドの仮面ライダーって、この動画を見てる君はパッと何が思い浮かびますか僕は、えっ、ー、とね、竜気の OD とか。 あとは仮面ライダーブレードのキングフォームとかもパッと見た感じゴールドだよね。なんかは、うん、ゴールドのカラーってかっこいい。さあ、このボトルチェンジライダーシリーズの仮面ライダーグリスなんだけど、前回レビューした仮面ライダークローズチャージ。もうまさしくこれの、まあ、リデコアイテムですね。この2つは単体で変身遊びができるおもちゃなので、他のおもちゃと組み合わせてフォームチェンジなどはできません。 あとは、このボトルチェンジライダーシリーズって、あの、掃除てどれも頭部とか腰とかが動かないんで、まあ、本当にアクションをこう特化するよりも、まあ、普通にね、こんな風に並べて飾りたいなっていう人にいいんじゃないかなと思います。僕はこの価格帯や、まあ、対象年齢を考えれば十分よくできているシリーズだと思います。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな楽しかった。オタファの仮面ライダービルドの動画、 もっと見たいなという方、チャンネル登録や厚い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなコツでも結構です。おー、たファー。僕も仮面ライダーグリス好きだよーとか。あー、新しい最新話見たけどめっちゃ面白かったねーとか。他にも今回のおもちゃのこと、劇中の他のコツなど、どんなコツでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたフでした。またねー。